乾燥熟成肉。乾燥熟成肉とは、食肉を調理前にある程度の期間保存することで、食味や食感を変化させた食品である。牛肉や洋肉、ジビエ、野生の鹿肉などなどを美味しくしたり、柔らかくしたりする。日本では魚に対しても行われる。冷蔵庫がなかった時代に、ヨーロッパで食肉を冷涼な洞窟や地下倉庫など、吊るして保存したことが起源である。 肉に含まれる、タンパク質の分解に伴うアミノ酸増加や、微生物と酵素の作用により、旨味が増す。日本でも、英語表現であるドライエイジド、や、ドライエージング、とも呼ばれることがある。牛肉には、アメリカ農務省、USDA が8種類のグレードを付けていて、上からとなり、さらにその下に5種のグレードがある。消費者が、アメリカの食品店や飲食店で、 通常目にするのは、これら上位3種、および格付けをしないアングレイデド、通称、ノーロール、ノーロールである。最高位であるプライムや、チョイスグレードを、乾燥熟成のプロセスを使い、さらに柔らかく、風味豊かなステーキや、ローストビーフを提供するレストランがある。全米各都市で有名なステーキハウスなどでは、ドライエイジドビーフ、乾燥熟成肉を使っていることを大きな、 舞い文句にし、店内に乾燥熟成功を備えている店もある。日本エイジングビーフ普及協会任意団体が普及活動をしている。製造工程や品質の自主基準を設けて、2018年時点で10社程度に技術認定を与えている。口述のように衛生面などで問題点や課題を指摘する意見も多い。農林水産省は2015年に、 企画の導入を検討したが、熟成方法を企業秘密として公開を拒否する事業者もあり、見送った。代表的な牛肉の乾燥熟成プロセスとしては、ブロックまたは枝肉、半身などを乾燥熟成庫内に一定期間貯蔵する。庫内の温度を冷摂取温度、湿度は80%前後に保つ。常に肉の周りの空気が動く状態を作り、 その中で14から35日間熟成させる。帯広畜産大学の島田健一郎准教授の研究によれば、35日以上の熟成が望ましいという。温度が高ければ肉は熟成ではなく腐ってしまい、低すぎれば凍ってしまい、熟成にならない。除湿や通風も肉の水分活性を下げて腐敗を防ぐためである。 そのため温度調整にも繊細な手間がかかり、気候の変化にも影響を受けやすい。熟成期間中に、肉の中にある酵素等の働きで肉の繊維、タンパク質がゆっくりと壊れて、ペプチドやアミノ酸に変化し、旨味が増すとともに肉が柔らかくなっていく。保管中に、カビが自然に生えるだけでなく、保管庫内に置いた数年ものの肉についたカビを、意識的に肉に移して、 熟成を促すこともある。どちらの場合でも、カビが広がった肉の表面近くを、調理前に削り取る、トリミングが行われる。熟成に適したカビの胞子をつけて、有毒なカビや、腐敗、食中毒菌の侵入を防ぎつつ、熟成を進められ、エイジングシートも開発されている。肉にもともと含まれる酵素以外に、カビが持つ酵素、リパーゼが脂質を分解することで、 熟成果が生じる効果もある。乾燥させることで21日後には、重量が20%程度減少し、減少した分、フレーバーいわば肉の味覚や香りも濃厚なものに変わっていく。乾燥熟成が相当進んだ状態では、肉の外観は赤黒く変色し、薄く白カビなどが発生する場合もあるが、それが乾燥熟成で最高の状態とも言われ、食しても問題はない。 乾燥による重量減少の上に、外側の乾燥した部分を切り抜いて、ステーキとするため、最終的に残るのは、プロセス前の60%以下と言われる。従い、ぶどまりロス、保管冷蔵庫、熟成庫などの設備費、電気代などの経費がかかり、また保管するだけの空間が必要となる上、熟成期間のキャッシュフローも悪くなるため、初刑費が大きく増えてしまう。 蒸気の理由で乾燥熟成はごく一部の高品質な牛肉に対してのみ行われ、鮮度落ちが早い鶏肉や熟成期間の短い豚肉などではほとんど行わない。その他の肉では、羊肉やジビエ、鹿肉などで行われる場合がある。羊肉の場合は臭みが抜けて味が上品になるという。一方で乳牛としての役割を終えた、 廃用牛などを美味しくする手法として割れている例もある。日本の外食業界は競争が激しく認知度や人気が高まっている熟成肉を売り物にする店舗が増えている。2018年3月時点、熟成肉に限定した日本政府の規制は存在しない。東京都の調査によると業者によっては肉の熟成期間が100日間にも及んだり、 熟成肉は生殖できると誤解していたりする例がある。このため食中毒など衛生面でのリスクを指摘する意見もある。熟成肉にこだわっている事業者も管理体制が不十分な業者の安易な参入には批判的である。ドライエイジング、乾燥熟成に対してウェットエイジング、またはバキュームエイジングという熟成方法がある。 大部分の牛肉がこの方法により熟成されるため、単純にエイジングというと、ウェットエイジングのことである。乾燥させずにワキュームパック、真空包装内で熟成をさせるもので、簡単で、ぶどまりも良いため、コストが低く、一般的になっている。北米やオセアニアから輸入される、チルドビーフは、輸送、流通にかかる時間が3から5週間程度と、ちょうどエイジングに適しており、 日本に到着して店頭に並ぶ頃には熟成され食べ頃になっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。